こんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。もうすぐクリスマスなので、アナスイのコスメを使ってクリスマスデートメイクをしていきました。今回使ったアナスイのコスメはこちらです。アナスイのメイクパレットなんですけど、マイパレットって言って、自分の好きな色を選んでセッティングできるんですけど、私はこんな感じでアイシャドウ3色とリップ1色を選んでみました。クリスマスカラーといえば赤なので、こちらの赤と、そして赤に相性がいいピンク、こちらを使って全体的に可愛らしい感じに仕上げてみました。そして外せないのがこちら、ゴールドのラメです。イルミネーションとか夜景にも負けないようにこちらをしっかりとつけました。今回のクリスマスメイクはいつもと違う、自分でドキッとさせようという作戦です。それではスタート。化粧水でしっかり保湿をしていきます。時間があればこのようにローションパックをして、さらに保湿をしていきます。しっかり潤ったら次は乳液を塗っていきます。今日は透明感を出したいので、パープルの下地を使っていきます。私の場合、黄色みがかったくすみがすごいんですけど、こんな感じで塗るとわかるんですけど、こことここ下地を塗ったところがすごくくすみがなくなって透明感が出ます。これを全体に伸ばしていきます。スックのフレームフィックスリキッドファンデーションを使っていきます。こちらのファンデーションはすごく薄付けなのにカバーがしっかりされます。そして美容液成分が入っているので、お肌に優しいものになります。ダブルウェアのコンシーラーを使ってクマをカバーしていきます。これはリキッドタイプになるので、クマとか広範囲にカバーしたいところに使いやすいです。フェイスパウダーはエスティローダーのサイバーホワイトクールセンセーションを使っていきます。ブラシを使ってお肌にのせます。これは微粒子のパールが入っているのでツヤ肌に見えるのと、この光の反射でお肌が綺麗に見えます。しっかり時間をかけて丁寧にやったので、接近されても大丈夫な綺麗な肌に仕上がりました。まず最初に A の200のピンク色を中ぐらいのブラシにとって、アイホール全体にのせていきます。ブラシで塗った後は手でなじませます。次は V400 の赤色を使って二重幅を目安に塗っていきます。で、こちらも最後指を使ってなじませます。目の下のまぶたはまたピンク色を使って全体に塗っていきます。ブラシは小さめのものに変えました。目尻から目頭に向かってぼかしていきます。目尻が一番濃くなるように、目頭は余ったアイシャドウがちょっと乗るぐらいでいいです。次は S800、 こちらのラメのアイシャドウをのせていきます。指を使ってふんわりとのせていきます。まばたきをするたびにキラキラするので、デートメイクではこのラメは外せないアイテムです。ケイトのシャープライナーでアイラインを引いていきます。アイラインは全体に細めに引きます。最後目尻はこのように跳ね上げて、そして目尻から太めにつなげます。ビューラーを使ってまつげをしっかり上げていきます。マスカラはヒロインメイクのカールロングを使います。
ットビューラーを使ってさらにまつげを上げていきます。続いてケイトのアイブロウパウダーを使います。眉毛は女性らしく丸みを意識したアーチにしていきます。ケイトのアイブロウカラー LB2 番使っていきます。こちらの G400 の口紅を使っていきます。チークは先ほどアイシャドウで使った A の200を使っていきます。こちらのピンクです。頬骨の位置よりも上に入れていきます。ちょっとね、彼を見てドキドキしているかのようなほてったような頬に仕上げていきます。こんな感じでふんわりと入れました。で、キャンメイクのハイライターを使っていきます。 T ゾーン。ここの C ゾーン。顎先。口の上。あと目の下、三角です。今回は頬骨より上にチークを入れたので小さめに入れていきます。最後の仕上げでシェーディングを入れていきます。ノーズシャドウと口の下です。こんな感じで仕上がりました。最後まで見ていただきありがとうございます。少しでも参考になればグッドやコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。